史上最大の一族、藤原氏とは何者？その正体に迫る。日本史上最大の一族、藤原氏。これに異を唱える方は少ないでしょう。実際、知名度やその規模など、あらゆる面で藤原氏を超すような一族は、史実として確認することはできません。ここからもお分かりのように、藤原氏とはそれほどまでに、日本で強大な影響力を持つ一族なんです。ただ、歴史的な偉人や著名人、出来事などにおけるあるあるとして、その名前や言葉は知っているものの、具体的な事柄などはよくわからないというのがあります。その点では、藤原氏も例外ではないようです。藤原の鎌足りなど、個人は知っているものの、藤原氏となると、曖昧な方も少なくありません。そこで今回は、そんな藤原氏の正体に迫ってみたいと思います。そこからは、藤原氏の歴史から現在、その驚愕の処世術など、非常に興味深い発見があると思います。どうぞお楽しみください。藤原氏の起源と繁栄。藤原氏の起源、始祖となるのは、中富の鎌足りで、およそ1400年前の飛鳥時代まで遡ることになります。645年、一子の変が起こります。これにより、それまで天下を極めていた蘇我のイルカが討たれると、蘇我氏も滅びました。これを成したのが中野大江の王子、そして中富の鎌足りです。その後、天智天皇となった中野大江の王子は、中富の鎌足りを重用し、その労をたたえ、鎌足りに藤原姓を与えます。これが鎌足りを始祖とする藤原氏の誕生です。ただ、藤原姓を与えられたとき、すでに鎌足りは病床に伏していて、その後間もなく没しています。つまり鎌足りはほとんどを中富の鎌足りとして過ごし、藤原の鎌足りとしての期間はごくごくわずかだったわけですね。こうして誕生した藤原氏ですが、この時点で藤原氏が日本を動かすほどに大きな影響力を持つ一族となることは誰も予想していなかったでしょう。しかし、鎌足りの息子、フヒトの登場により流れが大きく変わりました。鎌足りの死後、家督を継いだフヒトは朝廷でも大納言や右大臣を歴任しました。天智天皇に重用された鎌足りの息子ですから、ここまではさほど驚くことではありません。しかし、フヒトはここから希代の政治家として辣腕を振るいました。そして、藤原氏繁栄の足がかりを築いていきます。まず、フヒトが起こした行動が、娘宮子を文武天皇に嫁がせること。こうして、天皇の外戚となることで、自身の存在感を巨大なものとします。嫁いだ宮子は、フヒトの目論見通りに、聖武天皇を産みます。これにより、フヒトは、天皇の祖父という立場になるわけですから、嫌が応でも、フヒトの存在感は大きくなりました。さらに、次女、光明氏が、後に聖武天皇と結婚していますから、フヒトの地位はまさに盤石です。もちろん、それだけではありません。フヒトは政治家としても非常に有能でした。本格的な律令体制の確立や、平城京遷都にも関わり、功績を残しています。ここで重要なのが、律令体制の確立の一つとなる、大宝律令です。税で、大地主である藤原氏に富が集まる仕組みを作っています。地位だけでなく財力も。こうして自身の安泰を築いた不比とは、次は家、藤原氏の安泰を考えます。この時代、役職者は一つの家につき一人
と定められ、特定一族への権力の集中を防いでいました。しかし、フヒトはここに目をつけました。これを逆手に取る、いや、賢く利用しようと。フヒトは4人の息子それぞれに家を与えます。つまり藤原を、藤原南家、藤原北家、藤原式家、藤原京家と4つの別の家に分割したのです。そして4人の息子たちはそれぞれ役職につき、多くの役職が藤原氏のものとなりました。ここからは今度はこの4兄弟が政治の舞台に躍り出るのですが、その前にもう一つ、フヒトの功績についてお話ししておきましょう。それが、日本書紀の編纂です。日本書紀は、フヒトが没した年に完成を見ますが、その編纂には、フヒトが関わっていました。藤原氏を正当化させる歴史書とも言われる日本書紀です。藤原氏の凄さ、偉大さの多くは、この日本書紀の記述によるもの。その真偽は定かではありませんが、これにより間違いなく藤原氏は正当化されています。そのあたりもフヒトに抜かりはありませんでした。フヒトにより藤原は影響力を強化し、家も安泰となりました。そう、藤原氏の繁栄はここから始まったのです。藤原氏政権の繁栄と集落、時代は道長へ。さて、藤原から四家に分家したフヒトの息子四兄弟は、四人で九つの役職、九行のうち四つを占めるに至ります。当然ですが、こうなると四兄弟に不満を持つ勢力が現れます。しかし、藤原としても、それは重々承知しており、その対応策として、そういった人間だけでなく、藤原と血縁関係にない人間を次々に排除していきました。一説には、天武天皇の孫、長屋王の自害もその一つと言います。こうして、より強固な地盤を固めた藤原四兄弟、これで万全と感じたことでしょう。しかし、藤原氏子政権は10年もしないうちに終わりを迎えることになります。その原因は実に意外なもので、なんと4兄弟全員が大流行した天然痘で亡くなってしまいます。これには長屋王のたたりに違いない、そんな噂も流れたといいます。いよいよ栄華を極めた藤原氏も終わりか、誰もがそう考えたでしょう。しかし、ここで次男筋にあたる藤原北家が踏ん張りました。これにより藤原北家が政治の中心となり、以降に歴史の表舞台に登場する藤原氏は、ほぼ藤原北家の血筋となります。藤原北家の全盛期は平安時代で、この頃は摂政・関白が中心となる摂関政治です。藤原北家はその摂政関白の地位を独占し、圧倒的権力を持って政治を、つまりは日本を支配したのです。そして藤原氏は道長の時代を迎えます。おそらく藤原氏としては、この頃が最も栄華を極めた時代でしょう。ただ道長は、フヒトのように希代の政治家だったわけではありません。道長の一番の功績としては、4人の娘を天皇家に嫁がせ、3人の皇太子を誕生させたことです。政治で秀でた活躍をしたわけではありませんが、藤原氏として見れば、家の繁栄のためには最高の仕事をしたことになります。しかし、そんな藤原の栄華も、息子の頼通の時代となって、風向きが変わり始めました。この頃になると、新たに院政が始まります。院政とは、
天皇の位を退いた上皇や法皇が天皇に代わり政務を行うもの。院には武士階級が置かれ、源氏や平氏などの武家勢力が存在感を強めていました。もちろん摂政、関白といった役職がなくなるわけではありませんが、当然その影響力は今までより小さくなってしまいます。こうなるとこれまでのように藤原氏が安泰という状態ではなくなってきました。授業などでは藤原氏は頼通の頃より衰退すると習うこともあります。こうした流れを見ると確かにそのようにも感じます。ですが藤原氏はこれで終わりではなかったのです。進化する藤原氏、御設家の登場。溥儀は藤原氏を四家に分け、藤原氏の繁栄の足がかりを築きました。時代の流れで苦境に立たされた藤原氏は、ここでさらに進化を遂げます。今度は四つではなく五つ。藤原北家は五つの家に分かれ、御設家となり、時代に合わせた変化で生き残りを図りました。御設家とは、近衛家、高塚家、九条家、二条家、一条家です。この名字に聞き覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここから御設家は、摂政、関白の地位、そして天皇の妃も独占していき、それは近世まで続きました。特に天皇の妃では、第125代天皇、明仁天皇の皇后、美智子様が、御設家以外から迎えられた初めての皇后として話題になったことを考えれば、その凄さがお分かりでしょう。しかし、なぜ御設家はそれを成すことができたのか。天皇家と血縁関係にある事実。自分たちの家から将軍を輩出した事実。これを強みとして上手に活用したことで、御設家は成功を収めたのです。これにより、武家社会となる鎌倉幕府とも対等な関係性を築くことに成功しており、近世に至るまで摂政、関白の地位と天皇の妃をほぼ独占することができたのです。ちなみにこれ以降、摂政、関白は御設家以外の人間がつくことが許されない役職になっています。ここで歴史に精通される方からは、あれ？豊臣秀吉は？との疑問を持たれそうですね。確かに、秀吉は関白になっています。ただ、この時、すでに天下人となった秀吉でしたが、そのしきたりの壁は厚く、秀吉がそのまま関白になることはできませんでした。苦肉の策として、形式上秀吉は近衛家の養子となっています。つまり、御設家の一員として秀吉は関白の座に就いたというわけです。さて、時が流れ、明治になると制度も変わり、内閣制度が制定されます。これにより、摂政、関白は廃止となりました。今度こそさすがの藤原氏も終焉なのかというと、そうではありません。明治政府が西洋文化から取り入れた5つの階級からなる爵位制度、御設家の当主はその中でも最上位となる公爵になっています。藤原氏の終焉どころか、時代が明治となっても御設家の意向は健在でした。もちろん御設家は現在でも健在です。近衛家からは総理大臣近衛文麿が誕生しています。また文麿の孫にあたるのが細川守弘元首相です。高塚家といえば、昭和天皇の第三皇女子高宮和子内親王が嫁いだことで有名です。他にも、明治天皇の皇后、大正天皇の皇后も御設家です。現在でも、
伊勢神宮の大宮司や政治家、実業家など、御節家は第一線で活躍し、日本を支えています。ここからもお分かりでしょう。日本史上最大の一族、藤原氏は、1400年もの間、強い影響力を持つ存在であり続けているのです。藤原氏の繁栄の秘訣、それは卓越した処世術にあり、鎌足から始まった藤原氏がなぜこれほどまで長きにわたり栄華を極め続けることができたのでしょうか。それは藤原氏の優れた処世術にあると考えられます。藤原氏は外戚関係を築くなど天皇家とのつながりを強固なものとし、それまで皇族のみが受け継いできた摂政の地位を得ることに成功します。家臣が摂政となる、そんなことは当時では考えられない異例の出来事です。それは関白もしかりです。天皇家に入り込むことでそれらを成し遂げた藤原氏、まさに藤原氏ならではの躍進と言えます。もちろんそれだけではこれほどまで長きにわたり続くことはありません。実際途中では藤原氏衰退の危機にも直面してきました。しかしその都度藤原氏は変化、いや進化してその難局を乗り越えてきました。四家の分割に御節家の登場はその最たるもの。こうした処世術を駆使して藤原氏は摂政・関白の地位を幕末まで継承し続けました。そして何よりも藤原氏がすごいのは、天皇家に仕え続ける一族を貫いたことです。実質的には実権を掌握していた藤原氏ですから、やろうと思えば天皇家を滅ぼして自分たちが日本の頂点に君臨することも可能だったはずです。しかしそれはしないで、あくまでも天皇に仕える立場を貫きました。一説には不比とは、国がきちんと成立するには国の象徴として天皇が存在することが重要と考えていたようです。象徴である天皇の存在をないがしろにすれば、治安の悪化や情勢不安定などが起こり、国が国としてまともに機能しない、国の存続すら危うくなると。不比等が大法律令の制定に関与した際にはそのことを念頭に置いていたようです。不比等のこの考えがあったからこそ、藤原氏は天皇に仕える一族として繁栄することができた、そう言って間違いないでしょう。天皇との絶妙な主従のパワーバランスを保つことで。藤原氏の影響があるのかは分かりませんが、こうした考えは他の権力者たちからも伺うことができます。足利将軍家も織田信長も前述した豊臣秀吉もそう、絶対的な権力を手中にした彼らでしたが、天皇をないがしろにすることはありませんでした。彼らは皆天皇を立てながら共存し、自身の権力を高めていきました。そんな中で経路が異なるのが徳川幕府です。徳川幕府もさすがに朝廷を滅ぼすような行動は取りませんでしたが、近中並びに公家諸法度などところどころで天皇をないがしろ、いや敵対することもありました。徳川幕府は260年にもわたる政権を築いていますから、そういう意味では藤原氏流の処世術を使わなくとも成功した例と言えるかもしれません。しかしその結末はどうでしょうか。幕府の求心力が低下した幕末には尊王攘夷の波に飲み込まれてしまいます。国民が最後まで幕府を支持することはありませんでした。
こうした徳川幕府の結末を見ると考えてしまいませんか。天皇との共存のあり方を。日本においては藤原氏の処世術である天皇とのパワーバランスは欠かすことができないのかもしれません。このことは歴史が証明しているのではないでしょうか。GHQ のマッカーサー司令官もこのことを熟知し、天皇ありきでの復興に舵を切ったと考えられますから。このようなことからも、藤原氏の処世術がいかに正しかったのかがわかるでしょう。藤原の鎌足から始まった藤原氏は、1400年もの間、歴史上最大の一族として君臨し続けています。栄華を極めた一方で、衰退の危機に見舞われたこともあります。しかし、その都度進化を遂げ、たくましく血脈をつないできたのです。その力強い生命力には、ただただ脱帽してしまいます。今回お話しした内容も、もしかすると演出が加えられたもの、もしくは歪曲されて伝わるものもあるかもしれません。しかし、藤原氏は、日本の歴史に深くその名を刻み、その子孫たちは今なお日本を支え続けている。これは疑いようのない事実です。これだけでも藤原氏、その名の持つ意味がとてつもなく大きいことがわかります。藤原氏、恐るべし。いや、さすが藤原氏ですね。